トップスピントップスピンとは球技においてボールにかけられる回転の一種である。巡回転、つまり進行方向に対してボールの前方が下に後方が上に動くような回転を指す。マグノス効果によるボールに生じる力回。V は流速。トップスピンのかかったボールは入射角よりも浅い角度でバウンドする。トップスピンを与えられたボールには大きく分けて2つの。 効果があり、様々な球技において、これらの効果が利用されている。基本的なストロークで打球した場合トップスピンの打球となる。これは、打球の際に、ラケットがボールを、下から上に擦り上げる動きをするためである。また、意図的に強いトップスピンをかけることもある。強いトップスピンのかかった打球はボールが、より早く沈み込むため、強い打球でもアウトになりにくい性質がある。 またボールがバウンドすると瞬間的に推進力が生まれるためボールが加速する。これはボールが伸びると表現される。トップスピンに長けたプレイヤーとしてはラファエル・ナダルなどが挙げられる。卓球におけるトップスピン。自然な放物線ではアウトになる奇跡でもトップスピンによって沈み込む。卓球では一般に上回転と呼ばれる。テニスと同様に 基本的なストロークで打球した場合、ラケットがボールを擦り上げるためトップスピンの打球となる。また、意図的に強いトップスピンをかけた打球はドライブと呼ばれる。ドライブはボールがより速く沈み込むため、強い打球でもアウトになりにくい性質がある。バレーボールにおいては、サービスやスパイクなど強いボールを片手の手のひらを使って、肩越しに打つ場合にトップスピンが見られる。 これによりテニスや卓球と同様に強い打球でもアウトになりにくくなる。投手の投球においてカーブボールはトップスピンをかけることを目的とした球種であり山なりの甲を描く軌道となる。またサイドスローやアンダースローの投手はシンカーにトップスピン成分が含まれることがある。フリーキックにおいてトップスピンのシュートをする場合がある。足の甲でボールを 下から上に擦り上げるように蹴ることでトップスピンをかけることができる。これにより、ボールが急激に落下するため、手前に並んだ相手チーム選手の頭上を越えながら、ゴールに入る弾道のボールを蹴ることができる。ビリヤードはボールが常に台と接している競技であるため、ボールが空中を飛ぶ、上述のスポーツとは、トップスピンの意味合いが大きく異なる。ビリヤードにおけるトップスピンは、 フォローショットと呼ばれる。手玉がマット玉に当たった後トップスピンのもたらす推進力により進行方向前方よりに手玉が転がるショットである。ありがとうございます。